はい、ビジネススピーカーのミキです。今レッスンが終わって、これからね、ちょっとお昼を食べようと思うんですけど、スタジオの周り、結構ね、美味しいお店がいっぱいあって、せっかくなので紹介したいなと思います。行きましょう。はい、食べ終わりました。美味しかったですね。卵トースト、シナモンと普通のトーストもおすすめです。コーヒーもすごい安くて、なんかコーヒー飲むだけでもすごいいいお店だよね。今日はこの後レッスンなんで10分ちょいしかいなかったんですけど、すごいゆっくりもできるお店なんで、ただちょっと日曜日がお休みなんで、そこだけが残念なんですけど、よかったら行ってみてください。それではまた次のお店楽しみにしてください。それでは。